空間ラジオ、はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、今年もねペナントレース順位予想したいと思います。まだちょっとね時期は早いかなと、まあ3月中旬ぐらいにやってもよかったかなと思うんですけど、コメントとかでもしてくれと、いただいてたんでやっていきたいと思います。こちら、はい、まあこんな感じです。セリーグから、上から順にね、巨人、広島、ヤクルト、阪神、横浜、中日。パリーグが、オリックス、ソフトバンク、西武、ロッテ、日ハム、楽天です。まあセリーグはね結構いけんじゃねえかなと、この予想は硬いかなと思ったんですけどね。下3つはすぐ決まりました、セリーグは。阪神、横浜、中日だろうと。上3つ、まあその上3つというか、そのヤクルトを3位にするか阪神を3位にするかってとこで迷ってぐらいで、まあ広島1位か巨人1位かってところで、ただそのね、まあ144試合あれば絶対どっか歯車って狂うと思うんですよ。その狂った歯車を直す能力っていうのは巨人の方が高いんじゃないかなと思ったんで、巨人1位。もし広島が歯車狂うことなく144試合やりきることができたら多分1位です、俺の予想ね。パリーグ、オリックス1位、ここはもうすぐ決まりましたね。でまあ2位、なんやかんややっぱソフトバンクだろうと、思った。あと3位、3位ね、日ハムかなと思ったんだけども、もし日ハムが3位に入れないことがあれば多分5位ぐらいだと思います。で楽天は無理だと思います。でなんかまあその空いた枠4位のところにロッテがポンって入ったような感じかな。まあそうだね、3、4、5位、西武、ロッテ、日ハム、ここはちょっと混戦になるのかなって気はするかな。やっぱ日ハム若すぎると思う、ちょっと。それこそその歯車っていう話になってくるけど、それが狂った時に立て直す能力っていうのは一切ないと思う。もう狂ったら狂ったまんまいっちゃうんじゃないかなと思うけど、まあそこはね栗山監督が、まああの人結構なんだろう、こう奇抜なことやる人だと思ってるから、まあそういう面で見れば、狂った歯車を直すんじゃなくて、また違った、その歯車ってものを作れるんじゃないかな、作れる人なんじゃないかなと思うけど、まあ5位かな、っていう感じになりました。おそらくオリックスは圧勝するでしょうと、この前ゴーイングで江川さんも言ってたけどね、オリックス強すぎるだろうちょっと今年は、と思うけどね。まあね、去年2位かだったけど、なんかずっとねオリックス上位に入るって言われてずっと入ってなかったチームだからね、どうなるか分からんけど多分オリックスでしょう。まあ楽天ね、なんだろうな、単純にデイブどうなんだろうねそこだよね。意外な才能を持ってるかもしれないし、まあまだ始まってないからね、ペナント始まってないからなんとも言えないけど、始まる前の印象としてはちょっと無理なんじゃないかなって気はするけどね。っていう感じ。まあ個人的に期待してるのは横浜かな。横浜、ヤクルトあたりかな。ヤクルトね、俺結構来るかなと思うけどな。まあそんなこんな感じ、とりあえずこんな感じの予想になりました。はい、当たるかな、そこまで大きく外れないと思う。よし、そんじゃあ終わります。バイバイ。